で、引く前の話なんだけど、私聞いたらすぐカラオケ行って歌いたくなっちゃって、歌ってみたしたくなっちゃうので、これが何のチャンネルか分かんなくなるからあんまり聞かないようにしてたんよ。だからオルタナティブとかフードスターフットスター全然聞いてなかったのね。で、エデン沖縄っていう誰でもバーテンできるお店があるんですけど、そこの店長が誰かヒプマイバーとか刀剣乱舞バーやってくれないかなって言ってたから、あーじゃあ私やるってヒプマイバーやったんだけど、沖縄だからあんまりヒプマイファンいないだろうし、まあ誰も来ないだろうなって思ってたのよ。そしたら全部で6人くらいのヒプマイファンの方が来てくれてですね、沖縄で6人ってすごくない？私すっごい嬉しくってさ。で、開催したくせにだいぶにわかだったから、あーもうちゃんと聞かなきゃと思って聞いたら、オルタナティブ最高。私オルタナティブが一番好きかも。なんでもっと早く聞かなかったんだってレベル。イントロがオラついてるから好き。なんか一郎がこの国は今一度選択しかないぜっていうの意外じゃない？サマトキが言った方がしっくりくる気がする。一郎ってその国に対して、まあ、ヒプマイの世界で希望を捨てないキャラだと思ってたから、選択しかないって、あーもうどうしようもねえよなーって見限ってるようなニュアンスだと思うから、すごい意外だった。受けた。あーこれ一郎が言うんだって。サマトキのマチュネの破壊力やばい、びっくりした。最初聞いた時ずーるい、これあざといなーって思った。そりゃ一番人気になるよ。逮捕されるレベル。あざといなぁ。え？運営。ラムダの目、やばくない？あざと、あざとい。ラムダとひふみパートで、ぐちゃぐちゃって単語が使われてて、被ってるじゃん。あれなんか意味あんのかなって思った。意味ないかな。ジャクライ先生パートが、どの曲でもゆっくりなのって、早見さんに気を使ってるのかな？歌いやすいようにって思った。壊れてる人体って歌詞がめっちゃ好き。すごい中二心をくすぐるワードじゃないですか。でね、ジロちゃんのパートにうちの1、2のってフレーズ入ってるのめっちゃ可愛くない？可愛い。お兄ちゃん大好きじゃんって。1、2っていつも自分が呼んでるまんまでさ、もうすっごい好きで何回も巻き戻して聞いてる。イルマ10と頭部ぶっ飛ぶがいいのセンスやばくないっすか？どうやって生きてたらこんな親父ギャグを思いつけるん？もうセンスが光るってレベルじゃない。もうセンスが光るっていうのがここだったら、もうこんぐらいの位置にあるセンス。なんか普通に飲み会とかでおっさんが頭部ぶっ飛ぶって言い出したら殺すぞって感じじゃん。けどこうやって堂々と歌うと鳥肌急にかっこよくなるんだからね。堂々と歌うって大事だよね。すごいわ。滅相もないわ。ほんと鳥肌立つ。毎回。ヒプマイの中の駒田渡るで、この駒田渡るが一番いいと思う。相変わらず一生懸命歌ってる。これ聞いて、あーやっぱりイルマジュートが一番好きだなーって思った。キャラの見た目とか中の人じゃなくて、ジュートパートの歌詞が好き。ゲンチャロ先生、ゲンタロウ先生はね、ベイワタツ弦楽種ミムチモーマイノーマインの畳みかけに圧倒される。ゲンタロウ先生パートって基本的に難しいよね。でそれを全部めちゃめちゃかっこよく歌ってるから、斉藤聡馬すごいなーって思ってます。ゲンタロウ先生パート、あー好きだなーって思うことが多い。アンセムのゲンチャロ先生パートも歌ってて楽しい。ひふみほんとやばい。ぐちゃぐちゃでしょの言い方やばすぎん。この言い方がラムダっぽくて可愛い。ラムダかと思ったもん。オルタナティブのひふみって闇のひふみじゃない？エンターテイメンの言い方が好き。なんか全体的にすごい舐め切ってる感じが出ててすごい好きなんだけど。あーバトルもある意味接客業でだるい感じで始まったと思ったら、顔は殴らんよライムでもそう、ただしあんたのメンツはぐちゃぐちゃでしょ。めっちゃ煽るやん。この歌詞めっちゃ好き。あー好き。いやーぐちゃぐちゃでしょの言い方はずるいわー。あーこりゃクラスターが増えるわ。で友達とも話してたんだけど、ラップバトルとかアンセムのひふみのパートって、まあ、コールだったりノリがいい感じじゃん。でもこのオルタナティブはさ、ガラッと違うじゃん。何があったんみたいな、そのギャップずるいよ。
サブロー、フォトショー使えるんだって燃えたわ。キンコンカンコン。あれ？全然音程取れないな。で、ガチのキンコンカンコンが鳴るのをめっちゃ好き。いきなり授業始まるサブちゃんかわいい。義務教育をお前に施してやろうか？だから、最上級のディスりなわけだよね。アンに、お前小学生か？って言ってるわけだよね。まず最初に、袋のマナーからガチガチに教えていくの、性格悪いサブちゃんっぽくて好きです。リオは、ヨーソロって挨拶するから、え、ヨーソロって沖縄の挨拶じゃなかった？と思ってググったら、公開用語だって出てきた。から、キャラにぴったりってことですね。リオってほとんどの曲で、絶対フルネームで自己紹介してくれるから、すげえ笑っちゃう。親切。ダイス君はね、1回目聞いた時、なんだこのパートって思ったんだけど、30回くらい聞いてると、ダイスパート、すごい癖になる。ションベンって単語が出てきたところがびっくりしたね。テンション下げのところのリズムが、なんか私的に衝撃的で、やたら頭に残る。ドッポはもう会社辞めた方がいいと思います。で、ドッポパートはさ、フォンワンワンっていう音が入ってるやん。バックに不協和音っぽいものが、それがめっちゃ好き。陰の工房は陰が王法って歌詞が、なんかこの一文がやたらと好きです。オルタナティブに大阪と名古屋追加で来てほしい。めっちゃ聞きたい。お願いします。これ PV が可愛い。池袋三兄弟ほんとガチ兄弟すぎて可愛い。本当にピンクじゃないのにさんのセンスすごいと思う。ジロちゃんのお前の方じゃねの言い方めっちゃ好き。その時の石谷くんの顔もめっちゃ好き。あー、え、サマトキのさ、簡単じゃねえよの顔めっちゃ好きなんだけど。イケメンの角度や。ちょっと浅沼さん頬をこけすぎてて心配になるね。駒田は樽は顔面の圧が強いな。入間重人さん元気だな。やっぱ唐沢俊明に似てるな。で、この間のニコ生でフットスターが流れた時にコメントで白井大回転みたいに言われてて、よく見たら確かに白井雄介回ってた。え、この地図めっちゃ可愛くない？夢の源太郎のっていうか、斉藤相馬のジキルとハイドずるいわ。私この源太郎パート一番好きで、ラムダ、源太郎、バカ。思いついた人バリ天才やん。RGB って単語がこのために存在したとしか思えない。ちゃんと天然でバカの B だったのすごくない？ RGB って言葉が RGD じゃなかったことが奇跡中の奇跡。ほんとこのパート好き。誰がバカだって怒るダイス可愛すぎ。このラストのこのバッチのパートめっちゃ好きだ。愛が引きすべてが狂気。ここもゲンチャロパートが一番好きだな。てか神尾さんいつも棒立ち無表情すぎて怖いね。まあリオがそういうキャラだからキャラにめっちゃ忠実にやってるわけですけど、マジ中の人で言うと横浜は入間重人だけがハイテンションすぎる。これ何がすごいって、ほんと作詞作曲のインビシブルマーナーズさんなんですよね。頭部ぶっ頭部もマチュネーも RGB もぐちゃぐちゃでしょ。もういやー、オルタナティブもフットスターも歌うの難しいよこれ。ラップバトルとアンセムは簡単だけど、これも練習すれば歌えるようになるのかな。全然そうなれる気がしない。はい、というわけで3月26日木曜日にエデン神田でヒップマイバーやりますので、ぜひ来てください。ライブ前にみんなで語りましょうということで、本当は前日が良かったんですけどもう埋まっちゃってて、5時から11時まででお店の中が禁煙なんで、私みたいに世界一タバコが嫌いな人でも大丈夫です。で、外に吸うところがあります。多分私は名古屋かポッセのライブのパーカーを着ていると思います。いや、なんか私その推しのグッズを問答無用で買うんじゃなくてデザインで選ぶ方なんですよ。なんか横浜よく分かんなかったから、馬、いや本当にこの馬何なのか分かんなすぎて友達に聞いたらさ、いや、サマトキでしょって言われて、あーって。ちなみによく見るとウサギと鳥もいるみたいです。ちょっと摩天楼は島村のロゴすぎたよ。ライブが28日29日なので、遠くからちょっと早めに遠征していくよって方はぜひ来てください。
Thank you.